にちは、脂身長男です。うぃーす。糖質オフダイエットまだやってます。なかなか結果出ませんけど、いらんとこでいらんもん食べてんですかね。ポフー。今日はね、おやつ、ご飯じゃなくておやつです。整骨院やってますとね、あの午後の部が3時から始まって、僕のとこはまあ8時までやるんですけど、家帰ってご飯食べれるのがね、どうしても9時とか9時半とかなりますんでね、おやつ食べてちょっと、つなごうということです。で、今日のおやつは、低糖質のおやつはこれ、ドン、粗挽きウインナー。これね、近所の安売りスーパーでね、130円弱で買ってきました。そしてドン、ピーマンね。これがね、特価品でいくらだろう、80円ぐらいかな、79円とかそんなんで買ってきましたね。これとこれがおやつです。以前ね、孤独のグルメでピーマンに鶏のね、つくねを挟んで食べるっていうのがありましたけど、まあそれをソーセージでやるわけです。もうね、簡単です。じゃあやっていきましょう。はい、ピーマンの下処理が終わりました。まあ下処理って言ってもね、洗って半分に割って種を出してヘタを取るだけなんですけどね。まあこれにね、ピーマンにソーセージ温めたやつを挟んで食べようって、それだけです。どうやって温めるか、もうこのままレンジ入れます。ズボラにも程がある。加熱。これは余談なんですけどね、最近のピーマンってあんまり苦くないのかもしれないですね。孤独のグルメで松重さんがね、ピーマンにつくね挟んで食べてましたけど、セリフこんなんだったんですよ。苦い、苦いぞ、でもうまい、苦うまいってね。僕はピーマンは全然苦いと思わないんですよね。なんか全然普通に食べられますよ。ただ青臭さは強烈です。もう食べて1時間後でも2時間後でもゲップをしたら、すごい青臭いゲップが出ます。まあそれが嫌じゃなかったらね、僕は個人的におすすめです。はい、今日の糖質発表。本日の糖質量は、まあピーマンは実質もゼロと考えていいと思いますので、ソーセージのね、約 14g、これが今の食事の糖質量となりました。何度も言ってますが、角砂糖1つの糖質は約 4g ですから、この場合は、3.5個分の角砂糖の糖質となりました。まあね、そこそこ小腹を満たせるメニューですしね、糖質もまあ知れてますんで、ぜひね、やってみようかなと思う方は一歩踏み出してチャレンジしてみてください。思ったよりも普通に癖がなく食べられますよ。